動機に通知出すということで今回ですねなんと Apex に、えっと、クロスプレイが来るということでえオリジンスチーム p s 4 x b o x 1 n i n t e n d o s w i t c h でクロスプレイができるようになるということでえっとね Twitter でも結構もろもろ言われてたんですけれどもえっと個人的には Apex が盛り上がる人口が増えるっていうのが単純に嬉しいとこもある。 で今からね、いろいろちょっと話してったり、あのー、検証したり、検証っていうか、見てったりするんですけど、皆さん的には、どうですか率直な。率直な。ちょっとコメント欄に、えっ、ー、と、書いていただければなと思います。ね個人的に、そう嬉しいっていうのも、その、例えば、コンシューマー、PS4 とか、Switch では APEX やってるけど、みたいな。やりたいよねーっていう、やりたいじゃないですか友達と一緒に遊び、遊んだりしたいじゃないですか。まあ、基本、 えっと、PC で遊ぶ人の方が多いんは多いんやけど、ま、それが一個嬉しいなっていう点と、あとは人口が多くなって盛り上がってくれる、ま、あその結構、なんか民度がみたいなことは書いてあったんですが、個人的にはそれは嬉しいかなと。ただ一個懸念するべきとこが、パッドにはエイムアシストっていうのが、えっと、あるんですよ。で、俺も、 p s 4で、その、やったことはあるんやけど、p s 4でやったってそんなになんか意識的に、わーみたいなわかんなかったんですよね。で、PS、え、PC やと、もちろんこうやって打ったら、この、このぐらいのね、このぐらいの誤差でも当たんないんですよ。で、これがこう、すっとちょっと吸いつくらしい、いそれちょっと、あの、体感してみたいんですよね。 今見といてよちゃんとここ今ここでどれぐらい俺もエイムアシストがあるっていうのはしっとったけどどれくらい吸い付くかっていうのはマジでえー、と分かんなかったんでこの距離ねこ,このぐらいの距離このほんと1個外れとるかぐらいこれぐらいまあ当然当たんないですよねまあなんかこれが普通なんやけどまあそれ吸い付くというのが見たい見てみたいどれくらいなのかで そのー結構、まあ、これ公認されたのかどうかってそこもわかんないんですけど、そのー、例えばランクあるじゃないですか。まあ、俺、あの、ダイヤ4っていうまだ全然ね、あれ、ペーペーなんですけど、その、マスターとか、あとはプレデターって言われるランクの人たちの上位勢が結構使ってるらしいんですよね。だから多分、そのー、あかんことではないんやろうけど、 まあ、どうなんやろうなーって。だから、それが混合されてどうなんやろうな。あと、一個思ったのが、えっと、フォートナイトもクロスプレイできるじゃないですか。で、フォートナイトって、確か、確かね。これ確か。そうだよーって、そう、そうやでってな、分かったら、ちょっとコメントで教えてほしいし、あの、例えば、PC でパーティー組んだら、PC のサーバーっていうか、PC の人と当たるよね。で、PC と、例えば PS4。 とかで今後のクロスプレイになっとっったらクロスプレイのサーバーバに行くよねっていう話やと思認識してるんやけどそれやったら別にいいんかなって思うんやけどで友達と遊んだりするときだけそうじゃカジュアル行けばいいやランクマッチとか行くとうーんってなるかもしれんからそのカジュアルで遊ぶとかっていう風にすればただ単に盛り上がってウィンウィンみたいな感じになるんじゃないかなと思ってるんですけどもそれが全部もうごっちゃバりしたれーっていう感じやと どうなんやろその、だからプレデターの人たちのランクマッチとかに、で、やったことがないから、うわ、めっちゃ吸い付いてきたみたいな、うわ、あれ、チーター、チーター,ータじゃないんかみたいな、そういう話結構聞くんですけれども、ちょっとそれを体験してみようかなと、思います。では、行こう。はい、ちゅうわけで、これ PS4 の Apex なんですが、ちょっとね、操作がむずいわ。<laughs> そもそも。 よし。とね、ここぐらい。P、あの、PC 版は、ここぐらい売っても、当たんなかったんすよ。これって、連鎖で、オートで、フルオートで売っとるときに寄ってくのか、一発でも吸い寄せられるのか、ちょっと分かんないんで。いきま、えなになになにな,なんたるいきます。まずはここ。せーの。あれ フルオートななんかな単発では今寄らなかったっすね待ってこれ俺エイムアシスト切れてるあターゲット補正エイムアシストえ入ってんのにあれどういうことや普通にこれはあっとかなあかんってことかじゃあん あーでも。あ、待って。そういうこと。こういうので、こっちに吸い付くとかじゃないんや。これ撃っとる最中にさ。あ,あ、どうなんやろ。これ慣れとる人やったらめっちゃ強い、かも。切ってみるか、一回。オフにしてみるか。さあ、これがどれぐらいなんか。あちょっと待って。全然違う 全然違うんやけどマジかちょっと待って、全然違うこんなもん、オフでやる人おらんやろ相当のド M か。あ、ちょっと待って。英語いんやけどこれでしょ ほら、そらそうだよね。パッドとか全然触ったことないのに。え、俺、うまいんかなと思っちゃった、今。<laughs> ちょっとうまい、え、あれ意外と。なるほどね。ちゃんとリココンさえしてあげれば、全部当たるわこ、これ、多分え、これ、やばいわ。皆さん。 これは、すごいわ。ちょっと、実戦でもやってみたいと思います。さあ、やっていきまっしょいあ、でもなんか、まあ、新鮮やなぁ。あと、そ、えあぶない、あぶない、あぶない。あのー、デスボックス漁るときに、 動きながら、あされないっすよね。確かパッドって。それがどうなんやろうか。そのー、クロスプレイしたときにさ、結構、正直、PC 勢からしたら、そこはカモになっちゃうよね。うわ、ガチクリと取って、ちょ、待って、動きずれーまあ、これは慣れやな。それは。これは当たり前ですけど、これは慣れでしょうね。 でもまあ、言うてみん他の人もついとるわけだからなエイムアシストそりゃあ,あいる,るえめっちゃ当たるんやけどえめちゃくちゃ当たんやけど うーん当たるねうわあれるこれ SR にも入っとるこれ。 ふぅ、うん、おじゃー中田さんはい、というわけで、えっ、ー、と、パッドのエイムアシストありの方でやってみたんですが、えー、みんなから見ていかがだったでしょうかえっ、ー、と、パッド、普段 PC でやってて、パッドで全然こういう FPS をやることがない。 俺でもあれぐらい当たるってことは、あのー、パッドでね、やられてる方はもっと絶対うまいと思うんで、かなり当たるんじゃないかなっていう印象ではあった。えー、冒頭でも言ったけど、人口が増えたり、エイペックスがね、すげえ盛り上がるっていうのはすごい嬉しいんで、そこに関しては全然俺は大賛成な方。ただ、その、PC だけで、えー、パーティー組んでるときは PC の、えっ、ー、とー、サーバーで。で、PC と、 えっと PS4 とかあとスイッチとかでクロスプレイした時はそっちのサーバーでやるようになるっていう風な区別であればあの全然 OK やなと思いますえっ、ー、と皆さんの今回のねあの感想ちょっと書いていただけたらなとコメント欄にお願いいたしますこの動画が良ければぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたしますつうわけでさよならあの日